旧宮市マリンフィールドでも、チアドラさん、そしてドアラ、シャオロン、パオロをお迎えしてステージをお届けしたんですけれども、今日はこの名古屋の地で、エムスプラッシュ、そしてマー君クールのショーステージ、皆様にお楽しみいただきたいと思います。改めまして SK48 は趣味範囲です。正田裕美さんです。よろしくお願いします。始球式ですか、知ってちょっとテンション上がりましたけれどもね。今日はそのテンションに負けずに、マー君クールも今はもう M スプラッシュもテンションも上げ上げで準備しておりますので、ここから始まりますステージ、ぜひ皆さんにお楽しみいただきたいと思います。それでは早速ステージを始めていきたいと思うんですけれども、この2日間のステージ、皆様にどう楽しんでもらうべきかという訓示をですね、どうもクールが今日皆さんにお持ちしたということなので、ここからはまずクールにお任せをしたいと思います。それではクール、よろしく。クールチーズ、一回しかないのが人生、いいこともあるけど悪いこともあるのが人生、喜怒哀楽すべてが人生、hey! いくら働いても金が入らない、いくら頑張っても評価されない、好きな人がいるのになんか死んだけど認めてもらえない、なんかうまくいかない、ふざけんじゃねえ、そういう時に限って財布なくしちゃったり、大事な人がいなくなっちゃったり、いろんなことがあるけど良くも悪くもそれが人生、hey! だからピンチョの最大のチャンス、できることなら悲しんでる、楽しんでたい、泣くより笑ってたい、生かすも殺すも自分次第、明るくするのも自分次第、心に愛持って変えられるなら変えてこそ自分の人生、はい、Lifestyle Compilation Volume 3 o、さあ、昨日いい勝ち方をした両チームですからね、2日間盛り上がっていきましょう。さあ、ここからはみんな右手を用意してくれ、拳を上げろ、拳を、この拳を、拳を見してくれ、千葉の女神、エビナと彩香、失敗なしを唱らし頭から、
OK ハウルは準備はできたかレイリーズ平凡は様子見しないで Everybody さあみんな騒いでI'm not afraid to die.
最初のステージお楽しみいただいております。さあ、ちなみにここで皆さんに伺ってみたいと思います。今日島から来たよという方、あ、結構手上がりますね。ありがとうございます。で、もう一つ質問、 QVC マリンフィールドに来たことがあるよという方、あ、増えた、ありがとうございます。あの QVC マリンフィールド、いつも試合が始まる前に照明ステージで、まあ、キャラクターショーなどをお届けしてるんですけれども、続いてお届けするナンバーはそんなキャラクターショーの中で現在お届けしているナンバーです。今日ちっちゃい子どもたちいっぱい前で見てくれてますけれども、ちっちゃい子どもたちも簡単に真似してもらえるそんな曲用意しましたので、ぜひね、M スプラッシュのお姉さん、それからマー君、クールの真似をしてみんなも一緒に踊ってみてください。踊ってくれるかな、踊ってくれる、踊ってくれるよって人、あ、手挙げてくれた、ありがとう。じゃあまずマー君とクール呼んでみましょう。マー君、クール。さあ、ちなみに今マリン FBC マリンフィールドでお届けしているキャラクターショーは、マー君が12球団のキャラクターのリーダーを目指すというそんなストーリーの実はお話をやっています。まあ、どうしてかっていうと、もう皆さんご存知の通りですよね。今年この7月に QVC マリンフィールド、そして名古屋ドームでオールスター行われます。もちろんそして仙台のケースタにも行きます。ぜひここをね、みんなで盛り上げてもらいたいということで、今マー君12球団のキャラクターのリーダー目指して頑張ってるんですけれども、さあ、どんなストーリーなのかは QVC マリンフィールドでのお楽しみです。それでは早速そんなキャラクターの中から1曲お届けしたいと思います。 M スプラッシュ。さあ、それでは M スプラッシュの真似をして、マー君クールの真似をして一緒に踊ってください。ボロボロロケット。
ない試合だけど、セ・リーグ、パ・リーグともに優勝目指して頑張りましょう。 We are マリーンズバージョンお届けしました。
続く拍手を燃え尽きた僕らが今抱く誇りこそ待つべき必然いつか今日が過去に変わり今に負けそうになっても僕たちは思い出すだろう情熱に染まった日々を心にある花をいつまでも咲かせようたとえ水が尽きてもたとえ闇が覆っても終わりという始まり始まりという名の終わり僕たちはまだ歩いてく僕たちがまだ歩いてくその先に
ドラゴンズのキャラクターたちが登場してのキャラクターステージもあります。そしてその後には M スプラッシュチアドラゴンズのコラボダンスショーステージもありますので、ぜひ最後までこちら D ステージライブお楽しみいただければと思います。それではマー君クール M スプラッシュとはまた後ほどお会いしましょう。ありがとうございました。